い、コースオープンいたします。はい、戦車ハンドチェック OK です。はい、それではですね、GT クラスヒット3、スタートいたします。はい、一応ちょっとツイートしちゃいましたけど、一応待ったので、OK にしたいと思います。はい、トップはシルバーのアウディ R8、多田選手がトップで帰ってきました。多田選手、三浦選手、深澤選手、竹山選手、泉選手の順です。多田選手はトップをキープして2周目を終了。続いて竹山選手、泉選手、深澤選手、三浦選手の順で進行しています。はい、こちらのですね、今走っているラジコンは、表彰が発売しておりますミニッツレーサーという、アルカリ電池、ニックル水素電池で、走る、小型高性能 RC カーです。本日ですね、コース右手の方体験走行のコーナーもありますので、面白そうだなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひ無料体験でですね、遊んでいってください。はい、レースの方残り時間は1分です。順位の方は、順位変動してなく、多田選手がトップをキープ。多田選手、片山選手、深澤選手、泉選手、三浦選手の順で周回しています。しかし今多田選手と片山選手のバトルが熱い。ここで片山選手トップに立った。片山選手の車はコース中央部の緑と銀色のカラーで、その後ろの銀色の車が多田選手、2位になってしまった多田選手、頑張ってください。残り時間は約10秒。片山選手は11周目を走行中。2コースゴール、4コース、3コースゴール、10コースゴール、5コースゴール、全車はゴールです。トップタイムは片山選手の10周2分00秒77、惜しい。